今回は脳はなぜ都合よく記憶するのか、記憶科学が教える脳と人間の不思議という本をご紹介します。私たち人間の記憶は実に曖昧で不確かなものなのです。本書を読み進めていけばそのように気づかされることでしょう。記憶には驚くほどの間違いや捏造、作り話が含まれており、完璧な記憶力を持つ人間は一人もいないのが実情です。しかしそのような事実を知れば知るほど落胆する必要はありません。むしろ記憶の不確かさを受け入れ、上手にそれと付き合っていくことこそが何より大切なのだと本書は示唆しています。冒頭で著者は印象深い事例を挙げ、読者に記憶の正確性を疑わせます。例えば幼少期の記憶については、大人になるまで本当は保持できないというのが神経科学的な見解です。にもかかわらず、私たちは無意識のうちにその時期の出来事を思い描き、まるで実際に覚えているかのように捏造してしまうのだそうです。また記憶は周囲の環境や自分自身の状態に大きく左右されるものであり、記名時と想起時で同じ状況を体験するとより記憶が呼び覚ましやすくなるそうです。続いて本書は、生物学的な観点から私たち人間に完璧な記憶力がない理由を解明していきます。神経科学の知見によれば、脳内のさまざまな生理的メカニズムによって必ず何らかの失念が生じてしまうのだそうです。しかも過剰な記憶は脳の容量を圧迫するため、一定の忘却が進化の過程で備わることになったそうです。忘れ去ることで適切に情報を選別し、むしろ脳が効率的に機能するのだと著者は説明しています。つまり、一見不完全で欠陥があるように思える私たちの記憶システムにも、実は合理的な意味があるということなのです。日常生活においても記憶には様々な落とし穴が潜んでいます。注意を払わなければ記憶は形成されないと言われており、ベビーメディアなどで赤ちゃんに何かを学習させようとしても無意味だと指摘されています。また話を言葉に直すこと自体が記憶を損ねてしまう可能性もあるそうです。特に衝撃的な出来事を言語化させると、かえってトラウマを植え付けてしまう恐れがあり、注意が必要だとのことです。さらに近年のソーシャルメディアの普及は、私たちの記憶に大きな影響を及ぼしているそうです。写真や投稿を見返すことで記憶が強化される一方で、共有されない記憶がより分けられて忘れ去られてしまうリスクもあるのだとか。このようにソーシャルメディアは記憶の強化と弱体化の両方の側面を持っているのです。後半部では目撃証言に代表される記憶の誤りが引き起こしうる重大な結果について、著者は多くのページを割いて警鐘を鳴らしています。法廷での証言が過誤記憶に基づくものである場合、冤罪につながってしまう危険性があります。フェルス・エイカーズ託児所事件のように、子供に誘導尋問をすれば簡単に捏造された恐ろしい経験を作り出してしまうこともあるそうです。このような事態を避けるには、社会全体で記憶の曖昧さを理解し、証拠のない証言を過信しないことが不可欠なのだと主張されています。最終章で著者は記憶との健全な付き合い方を提言しています。つまり、過去の記憶にとらわれすぎるのではなく、現在の瞬間に集中することの大切さを説いているのです。それどころか現実とそぐわない部分があったとしても、自分にとって幸せな方向の物語に作り直して構わないとさえ述べられています。記憶が正確でなくとも、前向きに自分なりの物語を想像することが推奨されているのです。本書全体を通して伝えられるメッセージは、記憶の不確かさを悲観的に捉える必要は全くないということです。むしろその曖昧さゆえに、私たち人間には知的自由と創造性が与えられているのではないでしょうか。間違いだらけの記憶システムによって、物事に思索の深みや発想の多様性をもたらされているのかもしれません。ですから本書は単に記憶の研究成果を紹介するだけに終始することなく、人生観にまで踏み込んだ示唆を含んでいます。
記憶の正確さにこだわりすぎるのではなく、現在の瞬間を大切にし、前を向いて歩んでいくことの重要性が力強く説かれているのです。必ずしも過去の記録が完全でなくとも、今を精一杯生きることはできるはずです。このように記憶の脳科学的研究の域を超え、生き方の指針となる一冊でもあると言えましょう。世の中の記憶の罠に惑わされずに、より良い人生を歩めるよう助言してくれる良書だと評価できます。現代に生きる私たちにとっても参考になる、記憶研究を超越した本書の価値は高いと言えるのです。